バーチャル世界からこんにちは。改めまして、今回は第1回ということで自己紹介をしたいと思います。本日はスピード、あ、違う、ボイスオーバースピードペイントをやります。通常に絵を描いてる時に集中するのは必要だからあんまり話せない。このビデオ全体は4時間20分の長さで10分ビデオに短縮しようとしています。ナレーションに追いつかなければならないのでちょっと難しい。退屈しないように短くします。彼女をお借りしますを知っていますか？彼女をお借りしますの一ノ瀬千鶴を書き聞かせていただきました。見ますか？まだ？はい、概要に話します。このアニメの主人公の一人は一ノ瀬千鶴です。この彼女は秘密があります。千鶴はレンタルガールフレンドとして働いています。どう？気になるでしょう。では始めましょう。最初の1時間はスケッチをして線画をやって、それでねレコードをクリックするの忘れた、馬鹿正直に。そして気づいた時、ライナとはほぼ完成でした。ライナとは一番楽しいなのにレコード忘れてた。本当にすみませんでした。書いてる時に線画が一番好き、特に髪とおっぱいかな、一番好きですね。ラインナートが終わったら色塗りに始めますよね。色塗りの時常に髪から始めます。通常には単純な詳細をしますけど、これをレコードしているのでこれをより詳細にしようとします。今も自分のスタイルが分からなくて、だからいろいろなことを試そうと思いました。はい、色塗りのためにちょっと映画でちゃんと説明します。OK, so before I start coloring, I make a copy of the line art and make a separate group. For example, I made one copy for the hair after I filled it with the base color. I will erase the rest of the parts of the line art. Well, I do this so the original line art's weight won't increase. Then I select the base color I just filled, then I create another layer on top, and then draw the details. You see, while the base color is selected, while you are shading, the strokes won't spill outside the line art and you don't have to erase the excess parts. Next is highlights, hair highlights. I usually choose light pastel colors and then set the layer mode to Lumi and Shade. You can adjust the layer's opacity to 38% for the best results. This is actually one of my favorites because highlights kinda compensate for the mistakes I made on the other details.次は肌ですね。肌です。はい、肌とはね、はい、私3色だけを使います。だってさ、キャラクターが明るい部屋にいる場合光源を気にする必要はないよね。実はお裸で描くべきが考えていましたが、 YouTube 警察が私を連れていくかもしれない、そう思いました。そんなもんがあるのか？わかんない。
まあ、結局そうしないことに決めた。Alright, drawing and coloring clothes. I think it's best to minimize the line art details for the clothes and let the coloring handle the details. これを書いているので、チンチンを書くべきかどうか考えて。チンチンを書いたいな。チンチンを書きますかしないかと思って、やっぱチンチンを書いた方がいいかな。はあ、でもみんなを怖がらせるかも。はい、やばい、カナボボーノ違いました。日本には10万円札がいないよ。湯口くずかおさん、本当にすみません。何？やっとキアラことで終了しました。はい、部屋の中を描きます。あー、壁だな。あー、そして、あー、ちょっと待って、壁、そして窓。本当にこれ商社員にする必要がない。ぼかすだけなんだから。あー、この部分はね、ちょっと待って、え、ちょっと待って、え、本当に窓を開けてやるの？窓を本当に窓の前でやるの？これはダメでしょ、問題になります。ちょっとカーテンを作ると思いました。窓を覆うつもりなら、その背景を書くべきでなかったじゃん。
全部終わりました。まあ冗談をと言って、このビデオを見てちょっとだけでいいから参考に貼ったら嬉しいです。何か質問とリクエストがあったらこのビデオにでコメントしてくださいね。次のスピードペイントでやりますから。最後に水を飲むことを忘れないでくださいね。わかった？わかってんだよね。